2024年メジャー6年目を迎える菊池雄星投手、今季はシーズン途中でブルージェイズからアストロズへの移籍するなど、数字以上に先発としての働きに評価が高いようです。今年33歳となる菊池投手ですが、今後の野球人生をメジャーで全うするのか、日本球界に戻ってくるのか、どちらを選ぶのでしょうか。実はもし日本球界に戻ってくる場合、菊池投手は巨人を選ぶのではないかという声があるのです。そこで本日は、菊池雄星が日本球界復帰となった際、巨人に入団する可能性について紹介していきたいと思います。渡米6年目の菊池雄星、今年で6年目のメジャー挑戦を迎えた菊池投手、2017年は西武で投手2冠である最優秀防御率最多勝という成績を残し、翌2018年のオフにポスティングシステムによりシアトルマリナーズへ入団しました。メジャー1年目、先発ローテーションこそ守れましたが、6勝11敗、防御率 5.46 という不本意な成績に終わりました。2021年には特任コーチであった岩隈久志氏よりチェンジアップのアドバイスを受け、安定感のある投球で6試合連続でクオリティスタートを決めるなど、自身初の MLB でのオールスターに選出されます。この年は7勝、防御率4点台と徐々にではありますが成績を上げていきました。2021年オフにブルージェイズに移籍が決まり、初年度こそ故障者リストに入るなど予期せぬ事態がありましたが、2023年の移籍2年目で自身初の2桁勝利である11勝、防御率も 3.86 と見事な成績を残しています。西武時代からの制球難がこの年はシーズンを通して安定しており、予視球率も 2.6 とメジャーでの自己ベストを記録、基本塁打も前半戦では22本も打たれていましたが、後半戦は5本に減り、さらに走者を背負うごとに被打率も低くなる落ち着いた投球を披露しています。見事に覚醒した菊池投手は、2024年の今年も先発ローテーションとして前半戦を戦い抜きました。4勝9敗と負けが先行する苦しい投球が続いていますが、ローテーションを守り、奪三振率も昨年よりも高く、95から97マイルのフォーシーム、さらにスライダー、チェンジアップを駆使した三振が取れる投球術に地区1位のアストロズが興味を持ち、7月末に移籍の運びとなりました。移籍後は2連勝を飾りましたが、ベテランである菊池投手は、結果が残せなければいつどうなるか分かりません。来季以降も結果が残せなければいよいよ日本復帰の可能性もあります。巨人入りの可能性、もし日本球界に復帰となれば、菊池投手が巨人を選択する可能性があると言われています。菊池投手はもともと巨人に小さい頃から憧れを持っており、小学生の頃には巨人のファンクラブに入っていたほどの巨人ファンだったのです。そして菊池投手は2013年のオフに当時の巨人の正捕手である阿部監督に制球難について指南を受けたこともありました。ハワイでの優勝旅行中に阿部監督が菊池投手を見かけ、阿部監督から近づき、シーズン中の話へと発展しました。その年の交流戦で阿部監督は菊池投手から本塁打を放っており、この時の投球についての話が自然に入っていきました。阿部監督は、シーズン中はどこが悪かったの、ライバル球団ではありながらも期待の左腕に阿部監督は積極的に交流を図りました。菊池投手は変化球の制球に苦しんだ結果、まっすぐで勝負するしかなかったと素直にその時の投球について語りました。阿部監督は遠投の時でも変化球を投げるアドバイスを菊池投手へ授けました。実は阿部監督は当時正捕手として沢村投手の制球難に対してライバル球団である中日の森重和氏に相談したことがあったのです。その時のアドバイスを菊池投手へ身振り手振りを交えて伝授したのです。憧れの巨人の選手
しかも当時の絶対的な正捕手であり主砲である阿部監督の言葉は菊池投手も感謝し、その後の活躍につなげていきました。またメジャー初年度を迎えるタイミングで高橋由伸氏とも対談。現役時代をテレビで見ていた菊池投手は高橋氏が監督になった時に交流戦で対戦しています。終始対談で楽しそうに話す菊池投手、最後は憧れの巨人のユニフォームに袖を通すかもしれません。今後の動向に注目。菊池投手の巨人入りを予想しましたが、メジャーでの評価は高く圧倒的な成績を残しているわけではありませんが、ローテーションをシーズン通して守ることができるタフさが評価されています。メジャー2年目の2020年はコロナウイルスの影響もありシーズン9登板に終えましたが、その他のシーズンは2023年まで平均で30登板をこなしています。エース級と呼ばれることはないものの、3、4番手の先発投手を担う評価をマリナーズでもブリュージェイズでも受けているのです。そんな中で名門アストロズからのオファーを受けた菊池投手、ブリュージェイズの契約が最終年だったこと、チームもア・リーグ地区最下位と低迷したことでメディアからも優勝を狙えるチームがトレードを持ちかけるのではと囁かれていたのです。アストロズといえば7年連続でプレーオフに進出しており、2024年も序盤は出遅れたものの、アルトゥーベ選手などを中心に打線が盛り返し、チーム打率はリーグトップ、さらにア・リーグ地区首位に位置するチームです。しかし先発投手陣のチーム防御率がリーグ10位と低迷しており、安定してイニングを投げることができる菊池投手に白羽の矢が立ったのです。今回のシーズン途中のトレードは球団からすればプレーオフの戦いを見据えたものであり、今シーズンで3年契約を終了する菊池投手は FA となるため、来シーズンの去就はどうなるかまだ分かりません。もしかすると菊池投手が日本球界で自身の引退を考えている場合には、来シーズンは巨人でプレーすることを選んでほしいですね。いかがでしょうか。メジャーリーグは大谷選手のニュースが多く報道されていますが、高校の先輩である菊池投手はこれまで安定して先発投手としての役目を発揮してきました。滑るボール、硬いマウンド、長距離移動など過酷なメジャーのマウンドでありながらも奮闘する左腕に、アメリカでもファンに人気の菊池投手、今季の去就が注目されていますが、もしメジャーで希望の球団がなければ日本球界復帰も現実味があります。そこには小さい頃の憧れである巨人、そして阿部監督の下でプレーができる可能性もあります。ぜひプレーオフ進出しチャンピオンリングを持って巨人に来てほしいものです。これからも菊池雄星投手に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。